キラキラ音楽企画、ときめき音楽館。この番組では素敵なパーソナリティのお話を素敵な歌謡曲に乗せてお送りいたします。どうぞごゆっくりお楽しみください。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたします。こんにちは、えっちゃんの好きなこと喋らなくちゃ。もうあっという間に11月に入ってしまいました。秋が真っ只中ですね。紅葉の季節ですね。秋というといろんなことを思い浮かべますけど、今言った紅葉ですとか、秋はたくさんお祭り、10月ぐらいから賑やかにこう街の中でもお祭りなんかが開かれますよね。それから習い事とか いろいろやってることの発表会もたくさん催されますね。それからバザーでしょ、あと芸術の秋ってありますよね。文化祭は昔、あの学校の文化祭は秋、11月ぐらいだったかなと思います。それからサンマが美味しいでしょ。リンゴ取れるし柿も取れるし、またなんか私の癖で食べ物の話になりましたね。食欲の秋って感じです。だんだんそれから寒さもね増えて、だんだん寒くなってきて、風邪をひいたりされてませんでしょうか。私はもう 早めに一回引きましたね。10月の末頃に友達が風邪をひいてたんですけど、ね、横でどんどん咳をされて3日ぐらい後に私も咳をが始まりましたね。今年の風邪は咳に来るようですね。この辺がなんか痒いようなね、あんまり奥の方じゃないんですけど、この辺が痒くて咳をしないとこう気が済まないような、ちょっとイライラした感じで10日間ぐらい続いてましたかね。困りましたけど、最終的には私の姉に移して私は終了しました。ごめんなさいまあ移したら治るかなみたいな昔からねそんな冗談が流行って、言われてますけどね。ちょっとですね、11月は祝日が2回ありまして、3日と23日あるんですけど、頭の11月3日っていうのが文化の日って言われてますよね。で後半は23日で勤労感謝の日なんですけど、数年前からこうお休みの日を連休にした方がいいんじゃないかってことで、国で決め直して、日曜日にこう普通の水曜日とかの祭日を月曜日に持ってきて、日月土日月お休みしようとか、そういう形が増えてるんですけど、11月3日はなぜか月曜日を挟んで平日、火曜日にポンとまた休みなんですよね。なんででしょう。さあなんででしょう。クイズです私もなんか不思議だなと思って、何これと。そんなにいつも気にしてカレンダーを見たりそんなにはしてないんですけどね。ちょっとこうまたパソコンでチャカチャカと調べてみましたら、11月の3日というのは天皇の誕生日を記念する日だそうです。皆さんご存知でしたか。私は分かんなかったですね。文化の日って言われてるので文化って思ってたんですけど、11月3日は天皇、明治天皇の誕生日。昔から、かなり昔から11月3日はこうやって祝日だったそうですね。1873年っていうと明治6年ぐらいからそれが決まっていて、国民も一緒にお祝いしながらお休みしましょうってことが目的だったようなんですけど、戦争があってその後いろいろね、アメリカの方式に従えとか、天皇さんは人間だぞとか言われて、その日っていうのは文化の日っていう言葉に変えてお休みになったそうです。厳しいですね。他にまだ天皇誕生日あるんですけどね、2つもまだあるんですけどね、4月29日は昭和天皇のお誕生日で、今はもうお亡くなりになって変わっているので緑の日という名前になっていますね。現在の平成の天皇の誕生日は12月23日というクリスマスに向けてのこうイブイブちょっとおめでたい日でありがたいかなと思うんですけど、そんな風に今3日ほど天皇の誕生日があるんですけど、これから年号が変わっていくとどんどん日本の祝日増えるんですかね
どうですかね。その方がいいかなと思いますけど、発想がまたどんどん飛んでいってしまうんですけど、今日は、こんなようなテンポで小春日和といいますか、のんびりした空気で、ね、ちょっと、もうちょっと普段こう寒いけどポッと暖かいかなみたいな小春日和、英語ではインディアンサマーって言いますけど、そんなボゲッとした話題で進めていきたいと思います。よろしくお願いします。では1曲目届けします。日本語のタイトルでは夢を見るだけで、英語のタイトルでは All I have to do is dream という曲です。お届けします。 All I have to do is dream, 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 dream. When I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you. All I have to do is dream.Anytime, night or day. Only trouble is, Kiwis, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you.I can make you mine, taste your lips of wine, anytime, night or day. Only trouble is, Chiwis, I'm dreaming my life away. I need you soYou so, and that is why whenever I want you, all I have to do is dream, 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 dream.ありがとうございました。 All I have to do is dream、 夢を見るだけという曲をお届けいたしました。ボケっとした話題をお届けしていこうと思いますね。まあ聞こえは良いですけど、実はこのえっちゃんの好きなこと喋らなくちゃという中でですね、テーマを探すことも時々煮詰まってしまうこともあります。正直申します、すいません。毎月こう雑誌なんかにエッセイを書いている方々もね、毎月テーマを決めなきゃいけないというのは大変なんじゃないかなと思いますね。読んでいて、あ、すごいなと思って、パッとかっこよくまとめて、ね、最後いろいろ読んだ後考えるようにして、私たちをそう仕向けてくれるような書き方してあるのでいいなと思うんですけど、私もそんなことをいずれ学べればと思いますが、自分自身でこうそのね、直近にライブがあって報告です、聞いてくださいとか、旅行した後にこうルンルンルン写真たくさんありますよなんていう時にはお話がとてもまとめやすいんですけど、そんなに毎回そんなにイベント女ではないので、そんなにあるわけではないから困ったなっていう時もあるんですよね。どうしよう、皆さんはどうし、あの困った時とかなんかどうしますか。
やることが目の前にあって、これやらなきゃいけない、やらなきゃいけないって思ってるのに、なんかこんがらがってきて、わーって手をつけられなくなって逃げたいよとか思った時に何かしますか？スーッとね、こうまっすぐで、こうこれやるぞと思ったらパッともう体が動いてるとか、思ってる、考えてるとか、思いついちゃうとかいうね、ことができる人はとてもな、無駄がなくて羨ましいなとか思うんですけど、私は自分自身でこれまでのやっていたようなことを思い出してみると、困った時とか、なんか自分の中でまあ止まりがつかないとか、いじけた時一人に入りたい時とか、なんかやってることがありますね。まず大きくは部屋の掃除始めてますね。チャカチャカあーってやったり、でさらに細かくなってくると、今度引き出しを開けてなんか整理してますね。たまに、そんなにいつもやってないんですけど、もう普段はこれをギリギリでやらなきゃってわーっと急いでやったりするので、ペンが出てきてまたそこに入ってて紙と一緒になっちゃってとか、わーってもう引き出しがぐちゃぐちゃになっている状態になるので、たまにそうやっていじけるって引き出しを整理するのはいいのかなと思いますね。考えるときが、ことが必要なときはいつの間にかなんかそういうことをやってますね。今回もこんな感じで、ちょうど、テーマがうまく、ね、考えられなかったのと、まあ、ちょっと自分自身大きいライブ、ある直前でバタバタしているのとありまして、すいません、そうなんです、文房具の整理を始めてしまいました。そんなに長い時間はかからないんですけどね、まあ、2、3時間かな。でちょうどカレンダーをまくって、このぐらい大きなカレンダーだったので、ちょうど白い画用紙が裏側できたなと思って、どっかで聞いたことがある なんか誰かが言ってたんですかね、本で読んだのかな、自分の思っていることを紙に書き出してごらんというのがありまして、でちょうどこうもうしばらくこうほっとくと、サインペンとか色がどんどんなくなっていったりとか、ボールペンもこうグニュグニュって出なくなったりするのとか出てきますよね。でこう一本ずつこうやってぐちゃ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 って書いて、実はこれ持ってきてるんですけどね、あんまり細かく見ないでくださいね。何書いてあるかな、こんな感じ裏は10月のカレンダーの上で、でも7で書いてね。でこれは出るから大丈夫とか、出ないペンはさよならしましょうとかやってるわけですよ、本当に。それでだんだんね、ペンをもうインクがなくて変えることももうできないペンっていうのはさよならってしましたね。で、あと自分の頭の中で細かくね、一日生きてる中でもかなりいろいろ考えてるはずなんですが、何だったっけっていうことが多いので、それをこう書き留めておいて、で本当に大事なのは何だろうとか、先にやるのは何だろうとか、思い出すのにいいのかなとか思って、面白いこと書いてあります。何書いてある、あ、そうか、ホテルのボールペン、あ書きながら、旅行した時に記念でお部屋にあるホテルのボールペン、大体海外が多いですけどねいただいてきちゃったんだだったなとか書いてあったり、何焼き魚、いろいろ書いてある、本が安いとか手帳を買い替えなきゃ、いろいろ書いてありますね、そんなことをやって楽しんでしまいました。すいません、そのことをまっすぐそのまま今日はお話ししているのがまた恥ずかしいんですけどね、なかなかテーマ出てこないときにやるのはいいのかなと思いますね。皆さんもこうもっと大きく書けとか言っている本もあったような気がしますね。ダーッと書いてとか、丸を書いて、そこに中心の問題を書いて、それから付随してくることを背を引っ張って、何がまたさらに問題かとか書いていけとかね、もうちょっとこう論理的にまとめている本もあったような気がします、頑張った甲斐があって、いらないペンが11本出てきましたしょうがないですよね、もう使えないので、ありがとうございました今までって言って、さよならすることにしました。ペンって結構たまりますよね。ティッシュペーパーとかね、冬はこういろいろペンとかティッシュペーパーはこう会社とかそういうとこからこう配られたり、宣伝に名前が書いてあったりすることが多いので、たまってくるので、時々こうやって整理してあげると少し引き出しが開きやすくなって楽だなと思います、ではそろそろ2曲目の曲をお届けいたします。秋なので
枯葉をお届けします。2014年の11月の末に、歌った曲です。では聴いてください。 The Autumn Leaves。The falling leaves drift by the window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away.The days grow long, and soon I hear all winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, the falling leaves drift by the window.The autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days go on, and soon I hear.Most of all, my darling, when autumn leaves start to The falling leaves drift by the windows. The autumn leaves are red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. If you went away, the days gone.Soon I hear all winter song, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, but I miss you most of all, my darling. When autumn leaves
ありがとうございます。 The Autumn Leaves 枯葉聴いていただきました。この曲も今英語で歌ってますけどね、もともとシャンソンなのでフランス語で歌えたら素敵だろうなと思いますね。ありがとうございます。今日は、文房具の話しましたけど、またまだ他の引き出しもありますからね。まだたくさんこう困った時にね、こうドラえもんじゃないですけどね、引き出し開けてドラえもんがなんでいつも出てきてくれて、どうしたのとか言ってくれればいいんですけど、そうもいかないので、とりあえず整理の話をしております。そうですね、あの不思議だなと思ったのは、青いインクのボールペンがあまり最近出回ってないなと思ったんですけど、こう何色かあるのは赤と黒と、まあ、3色あれば青も入ってるかなぐらいで、ちょっと減ってきたなと思って、でまたこれ 青いインクのボールペンとかってこうやってまだパソコンで調べてみたんですけど、あパソコンじゃないですね、スマホでね調べてみたんですけど、最近なんか密かにブームみたいですね。青っていう色はあの色彩的にこう心を落ち着けるとか暗記の作用があるとか、そういうことが歌われていて、勉強で覚えたいとき、集中したいときには青いインクで何回もこういらない紙の裏に書き殴れ、何回もねそれを書くだけで頭に入ってくるんだよなんてことを歌って、受験生の方々なんかはそうやってやっている方もいるそうですね。まだ私は見たことないですけどね。なんかでも青いインクのボールペン本当に減ってきてしまっているような気がするんですよね。昔の方がもっと万年筆でも青ありましたよね。うん、なんかおしゃれな色な気がするんですけどね、一番多いのはやっぱり王道は黒なんでしょうかね。うん、どうだろう、焦げ茶のインクとか欲しいな。あ、色ペンではありますね。こんなことで、フォアフォアとした話題でお届けしてまいりましたけど、本当にこの月替わりの時にカレンダーの裏にねこうやって書いていくのはとてもいい方法じゃないかな、いいことじゃないかな、すっきりするんじゃないかなと思いますので、おすすめですよ本当に。なんか自分に客観的になれるのかなとか思ったりして、皆さんはどんなことをして秋を楽しまれるんでしょうかね。私のライブにもいらしていただければと思いますね。よろしくお願いいたします。ではこの辺で本日は終わりにします。これから栗ご飯を食べようと思います。また In the afternoon sky, you can always find something to do. But from dusk till dawn, as the clock ticks on, something happens to you. In the wee small hours of the morning,Fast asleep, you lie awake and think about a guy, and never ever think of counting sheep. When your lonely herd has learned its lesson.
ときめき音楽館では皆様からの番組へのお便りやご意見ご要望をどしどしお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。この番組は諸橋音楽出版がお送りいたしました。